んにちは。ウィークエンドケアの時間です。今回も郡山、いわき、青森、八戸、盛岡、仙台、タウン形成外科クリニックの石原先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クリニックに寄せられた美容医療に関する疑問・質問の中から石原先生にお答えいただきます。はい、わかりました。それでは40代主婦の方からの質問です。私は若い頃に脇がの手術を受けたのですが、遺伝性があると聞いたので小学生の娘も脇がにならないか心配です。早めに手術を受けさせた方がいいですか、という質問です。はい、脇がの体質というのはですね、やはり遺伝をしますので、まあ、娘さん息子さんに遺伝する可能性はまあ、あると思うんですね。で、まあ、若い、小さい頃からですね、脇がかどうか、将来脇がになるかどうかを調べるには、まあ、耳垢が湿っていると、まあ、将来的に脇がになる可能性は高いということになります。で、ただし小学生のお子さんでまだ症状がないうちに、まあ、手術を受けるのはちょっと難しいと思うので、まあ早ければ小学校高学年から中学生にかけて、まあ、脇の匂いがちょっと強くなってきて、でやっぱり一番大切なのは、お子さん本人がやっぱり目立っ気になっているということですね。気にしてやっぱり治療したいという意思がやはりないと、まあ、ご両親がねちょっと強制的に進めるわけにはいきませんから、まあ、症状が出て、ご本人も気にされるようであればですね、親御さん、ご相談されて、治療を考えるのもいいかもしれませんね。先生ありがとうございました。